今回の主役のアリは標高2400メートル地点で採集したアリです。森林限界を超え高い木々が育たないこの高山帯に生息するアリは黒山アリの仲間ヤマクロヤマアリです。標高の高い地域に生息するこのアリは黒山アリよりもやや小型で美しい黄色みがかった光沢を持っています。こちらがヤマクロヤマアリの女王です。2020年の8月に採集したものですが、採集当時には、同じ高山帯に生息していた、黒キクシケアリに、襲われているところを救出したような形で採集をしました。すでに羽を落としていたことから、この日結婚飛行があり、その後に黒キクシケアリに襲われてしまったものと、思われます。そして2020年のうちには産卵はせずにそのまま、越冬状態に入ってしまいました。採集をしてから越冬までの期間は結構長かったのですが、卵を一つも産むことなく、越冬に入ってしまったので、少し心配だったこともあり、この女王の、サポートをする計画を考えました。そして、今回協力してもらうのは、我が家で飼育している、禁煙の種類、黒山アリですね。この黒山アリのコロニー自体も、それほど活況なわけではないんですけれども、越冬幼虫からの繭が、結構数があったのでこちらを利用させてもらうことにしました。手作りの、簡易型の吸虫管を用意して、こちらでちょっと作業に入りたいと思います。では、黒山アリのコロニーのですねケースの蓋を開けて吸虫管を使って、一番上の段にあった繭を、いくつか吸い取らせてもらいました。黒山アリのコロニーに対しては、ごめんなさいという場面ですね。そして、こちらが取り出した黒山アリの繭です。繭のみを取り出すことに成功しました。取り出した数はおよそ30個ほどでしょうか。目がすでに透けている繭もありますのでワーカーの、羽化が間近な繭がいくつか含まれています。ではですねこの、取り出した繭を、チューブに、移し替えていきます。今回はこのようなロートを使って、チューブの中に繭を入れていきたいと思います。結構この方法でやると、繭を傷めずにチューブの中に繭を移し替えることができます。こんな感じで入りましたね。では、取り出した繭を、ヤマクロヤマアリの女王に、接触させるために、チューブを、ヤマクロヤマアリの飼育室につないでいきます。今回の計画はですね、ヤマクロヤマアリと同じ種類ではないんですが禁煙の黒山アリの繭を使ってヤマクロヤマアリをサポートしてくれるワーカーを作りたいと考えています。具体的には繭から黒山アリのワーカーが誕生しそのワーカーがヤマクロヤマアリの取り巻きになってくれることを期待しています。では黒山アリの繭が入ったチューブを接続してみましたがヤマクロヤマアリの女王はまだ、繭の存在には気づいていないようですね。それから女王の腹部、結構ちっちゃいですよね。おそらくまあ栄養がまだ不十分で、産卵をするモードにも入っていないという状態です。ここからちょっと好転をさせたいですね。それでチューブをですね少し揺すって中の繭を少し、居住区の方に、ちょっと転がしてみました。そしたら、ヤマクロヤマアリの女王が気づきましたね。ようやく、そこに繭があることを、感知しました。種類がですねヤマクロヤマアリのもちろん繭ではないので受け入れるかどうか、ちょっとここが注目のポイントです。どうやら、繭を受け入れたようですね。
自分の、居住スペースの元に、繭を運び入れ始めました。例えば寄生種のアリなどですと、このように別の種類の繭をですね入れて、寄生をさせるということをよくやるんですけれども、ヤマクロヤマアリは寄生種ではないので、ちょっとこう応急的な処置ですね。ただ、目論見通りに、クロヤマアリの繭をすべて、運び入れてくれました。ここからワーカーが羽化すれば、この、ヤマクロヤマアリ女王にとって、自分をサポートしてくれるワーカーが生まれるということになります。作業が終わったら、安静にして経過を待っていきます。では、ちょうど1日経ちました。翌朝の時点ですね、すでに黒山アリのワーカーが1匹羽化していました。すごくこう仲睦まじい感じですね。ワーカーとしては、生まれたばかりで初めて接触したのがこの山黒山アリ女王になるので、別の種類ではあるんですが、全く違和感なく、馴染んでいます。そして、1日後の夜の時点では、2匹ワーカーが誕生していました。こちらも拒絶反応は特にないですね。そして6日が経ちました。ワーカーが少しずつ、追加で羽化していき、黒山アリのワーカーは7匹になりました。まだまだ、羽化を、していない繭がたくさんありますね。そして最初の方に羽化したワーカーはすでに黒く色づき始めています。誰が最初に羽化して誰がつい先ほど羽化したかっていうのが結構わかりますね。はい、そしてこの女王、ちょっと注目なんですが、腹部がちょっと膨らみ始めました。健康的ですね。そして13日後、ワーカーが、何かを加えています。これはもう待ちに待った、あれですね。はい、この13日後に、ついに待望の、ヤマクロヤマアリの産卵が確認されました。3つぐらいですかね、卵が生まれています。クロヤマアリのワーカーが羽化し始めてから、餌も与え始めていたんですが、これらのワーカーたちがですね、女王にも餌を分け与えてくれたことで、健康状態や、産卵に向けての準備が整って産卵ができたのではないかと思っています。腹部が、すっかり膨らんで、全くまたフォルムがもう変わってますね。それからたくさんのワーカーたちに囲まれて、ヤマクロヤマアリの女王はより落ち着いてたくましく見えます。女王アリのあるべき姿という感じですね。ワーカーのサポートもどうやらうまく働いているようなので、これで一安心です。15日が経ちました。2週間少々経ったということですが、ワーカーの数は15匹に増えました。約半分が、羽化をしたという形ですね。ただもともと導入した繭の数が約30ぐらいでしたので、残りの繭の数を見ても、少し、少ない、足りてないですよね。で、まあ、観察の途中で、羽化はさせたんですけれども、中のそのさなぎを食べてしまったりっていうのも実は、5、6匹ぐらい、ありました。なので、まあ、羽化不全なのか、なんかこう馴染まなかったのか、ちょっと、実際のところはわからないんですが、まあ、そういった事象も一応発生しています。ただですね、今回の目的は、結婚飛行以来、最終以来ですね、産卵を一つも、行わなかったヤマクロヤマアリの女王に対してサポートをつけて、産卵が開始されるように促すという、ところだったので、まあ、数は若干、まあ、誤差はありましたが、クロヤマアリの繭が受け入れられて、ワーカーも女王とうまく馴染んで、そして、約2週間で産卵が、開始されるというところまで、持っていくことができました。
山倉山アリはですね、先ほどお話をしたように、寄生種ではないんですけれども、今回初めての試みということで、とても近い近縁の種類ですね、黒山アリをチョイスして、導入をしてみました。一つはですね、前のステージで導入ができたことで、全く問題なく、今回の、プランを遂行することができたかなと思っています。おそらくですね、すでに浮かした黒山アリのワーカーを入れるということであれば、またちょっと、話が違ってきて、おそらく攻撃し合ったりっていうのも予想はできるので、そういったものは避けたかったという、部分もあります。今回は繭が導入できて、そして、ご覧のように、腹部がしっかりと膨らんで女王らしい姿になって、そしてさらに産卵も確認できたということで、今回の目標は一つ達成できたかなと思っています。またですね、ここから、さらに卵が孵化して幼虫が成長して、そして山黒山のワーカーが生まれるというところまでいけたら、今回の、計画はですね、より実を結ぶかなと思っておりますので、またそちらはですね、引き続き経過を観察していきたいと思っています。ということで、今回は山黒山アリ女王に対して黒山アリをサポート役として導入するということをやっていきました。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。